あ、もう回ってる。もしかしてずっと回してたの？いや、回してない今日はミキトに撮ってもらってね。で、今日はスノーボード行きますスノーボード行きます。ちゃんと持ってきたからいっぱいスノーボード行くから、その前にウォーミングアップしに新横浜に、スノーは新横浜の前に新横スケートパークに、はい、スケボーします。こちらご覧ください。すげえ。too much people、俗に言う密です。逆光だからごまかせてるの、ね、これからだから締めじゃん。一旦ね、一旦しスケボーをして、あそこのボールに入ったら、てめえ誰だよって目線でたくさん乱れながら中を漕いで、心が折れて、てめえ誰だよ目線がってなりながら、ボールの中ぐるぐるして、で障害物競争をして無事スケボーすると。これから高々このイベントのためだけに福岡から来たバカが駅に迎えに行こう。面白いでしょ。そうしましょう。腕つって俺ら長袖なのにアロハのやつアロハーやはは、お疲れ様です。ありがとうございます。なんで羽島行ったの？え、なんで羽島行ったの、うん、滑りたかった福岡雪ないから、雪ないからどうしても滑りたくて。で、やっちゃったの？やっちゃった。何してやったの？だってよ親父クソだわありがとうございます来たね、新横来ました。滑れないのに。スノーボードちゃんと送った？いや、送ってないですよなんで滑れよそんな腕をつってても関係ねえべ滑りたかった、マジで。ちゃんと怪我した時アロンアルファ塗った？アロンアルファ、うん、いや折れてなかったんで、ちょっと外れたんで。外れたのか。はい。
ちゃグリスだな。クレ556もっと滑るじゃないですか。もっと滑って外れるじゃないですか。着きました。来ました。スノーバ新横浜、初めてのスノーボードできるのか。スノボ行くんで送ってもらっていいですかってライダーっぽく言ってる。じゃあ初下ろしっすか。はい。あ、ワックス塗ってねえんだ。ユラに塗ってもらおう。スノーボーダーっぽいっしょ。いや、スノーボーダーでしょ。スノーボーダーっぽいでしょ。やばい、マジで今日絶対俺テケテケだよ。ありがとうございます。けいいな。どうどうした。え、めっちゃ調子いいですよ。あ、ほんと。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。人間の会話ゆらっしゃい。どうでした初滑り。めっちゃドキドキした。滑れねえ。ピヨピヨしてた。あとすいません滑って慣れたらいいな。あー怖い。マジ怖いわ。おーしゃ。
人の方がヤバそう。ヤバい。あ、曇ってる。曇ってる。じゃあ、やるぜ。手袋も何にも忘れちゃった俺。いや、俺ちょっとやられないようにだけ気をつけよう。やべえ、しかもポンプラ仕様だ。まあ、これえ、あれさ、直下ったらさ、超えれる？見てろ。というわけで試写会も終わりましたが、そうだ、試写会の映像とか撮んなかった、撮ってないですあの映像流したいね、なんかで、考えるのどうですか、スノーボードとスケートボードを一日してみたっていう。まあまあ、スケボードもちょろっと滑りすぎて足首が痛いんですよ。まあなんかあれだろ、スノボ足くっついてるから意外とできるね細かいことなんだけど楽しかった、楽しかったです。まあ俺の心残りはミキトのポップだったねお蔵入りなんで。いやいや使うでしょ。いや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 、使うから次回ね練習しておきます。ミキとリベンジ。まあ次は勇気でも代々木来るっていうし、その時にぶちかましてくれれば。え、前こんなに人がいすぎて全然人がいる感がない。まあ、あのグルフィンと。マナトとコウちゃんとあと新横のユカのあれで今日ここに行って、で次は代々木で、多分代々木もみんな来るはずそこで飲んだくれて、あとりあえずお腹空いた。そうっすね、うん、本当に牛タンタン食べてたらいいな。間違いないですね、うん、って思ってます僕は。なんで、まあ、ありがとうミキト、こんな映像撮ってくれて。いやいや、とんでもないです、うん、暑いところから寒いところまで次はじゃあ代々木でですね、はい、スノボーはそれまで頑張ってスケボーするんで。あ、僕も頑張ります。頑張ろうありがとう、撮ってくれて。